鉄道フリーキップラボ、本日もご乗車ありがとうございます。第7回は、秋の乗り放題パスを紹介します。まずはこの切符の概要を、一言で表してみますと、JR 全線の普通列車が、連続する3日間乗り放題になるすごい切符です。北海道&東日本パスも似ていましたが、この切符はさらに限りなく青春18切符に似ていますね。そうなんです。この切符は青春18切符の秋バージョンと言ってしまって良い切符です。基本的なルールは青春18切符と全く同じです。ということで、ここでもまず青春18切符のおさらいをしておきます。青春18切符は、JR 全線の普通列車が5回乗り放題になる、というすごい切符です。利用できる列車は普通列車のみでした。特急や新幹線には乗車券としても使えません。利用できる座席は普通車の自由席と指定席、グリーン車の自由席です。グリーン車の指定席には利用できません。1枚の切符は5回分でした。1人で5日使っても良いし、同一工程なら複数人での利用も可能です。さて、ここまでの説明でもすでに違いがありました。北海道&東日本パスの解説動画をご覧いただいた方は気づいたのでは？一部第3セクターの通過特例や、北海道新幹線オプション券が用意されている部分も含め、切符の有効となる範囲や、実際の列車の乗り方は青春18切符と同じですが、秋の乗り放題パスは青春18切符と違って、連続使用となっています。ということで、有効エリア、日数こそ違いますが、切符の性格的には青春18切符よりも、北海道&東日本パスに近いと言えます。秋の乗り放題パスは、10月14日の鉄道の日に合わせて販売されています。販売開始の1996年から2011年までは、鉄道の記念、JR 全線乗り放題切符という名前でした。基本ルールは青春18切符と同じで、値段は現在の秋の乗り放題パスよりも高い9180円でしたが、利用できる日数は連続3日ではなく、3回でした。つまり、1枚の切符の利用回数こそ減り、1回あたりの値段も違いますが、基本的に青春18切符の周期版と言える商品だったのです。連続3日とルールが変わったのは、JR 発足25周年となる2012年からで、この時に秋の乗り放題パスと名称変更も行っています。値段も7500円に値下げされましたが、青春18切符1回分よりは高く、分割利用、複数人利用ができないことから、解約との声も多くある切符です。利用できる範囲が違うので単純な比較はできませんが、同じく連続利用の北海道&東日本パスは、1回あたりの値段がかなり安く設定されています。他の類似商品と比較してしまうと、解約の声もやむなし、といったところでしょうか。しかし冷静に考えてみると、3日間というのは使いやすい日数でもあります。土日が休みの人なら、金曜日か月曜日に有給を取って3連休にできます。利用期間には体育の日があって必ず3連休になります。有効期間が2週間ほどと短めなので、複数人利用はともかく、分割利用ができないことが障害になる人は、実際は少ないように思います。秋の乗り放題パスは2016年に値上げがあり7710円でしたが、2019年10月の消費増税を受け、7850円に値上がりしました。1日あたりの値段はおよそ2616円で、青春18切符よりも高くなりますが、秋の乗り放題パスには子供料金があります。家族で出かける場合には、青春18切符よりもお得感がありそうです。余談になりますが、鉄道の記念、JR 全線乗り放題切符と同時期に、JR 西日本では鉄道の記念、JR 西日本1日乗り放題切符を販売していました。これは JR 西日本エリアのみが有効範囲となっている姉妹商品で、名称に1日、とあるように1日券での販売でした。販売額は1枚3000円でしたが、秋の乗り放題パスが連続3日となった、2012年以降は重宝されていたようです。2016年までは継続販売されていましたが、2017年は JR 発足30周年を記念し、新幹線や特急にも乗れる、JR 西日本30周年記念乗り放題切符を販売。そして2018年は、鉄道の日記念、JR 西日本1日乗り放題切符の販売はありませんでした。秋の乗り放題パスは連続使用ということで、北海道&東日本パス同様、切符を購入するときに利用開始日を指定する必要があります。利用開始日に購入できる点も含めて、北海道&東日本パスに似ていますが、秋の乗り放題パスはなぜか自動改札を使うことができません。おそらく、前身となる鉄道の記念、JR 全線乗り放題切符が、分割利用、複数人利用ができたことの名残だと思われますが、連続利用にしたメリットを増やす意味でも、改善を望みたいですね。さてそれでは、ここからは恒例のお得の範囲を紹介します。青春18切符は分割利用、複数人利用ができたので、1回あたりの値段で紹介しましたが、秋の乗り放題パスは連続利用が肝となる切符なので、販売額7710円の半額、3855円の範囲を基本に紹介します。今回、切符の値上げが発表されましたが、この動画の作成、公開時点で、ウェブ上の料金検索が新しい料金で検索できないため、お得の範囲については、消費増税前の運賃を基準に発表します。なお、青春18切符の解説動画では触れていませんでしたが、お得の範囲として紹介している駅は、その一つ手前の駅までの片道運賃が、設定金額未満で、お得の範囲として紹介している駅から先が、設定金額以上となっています。中長距離の運賃というのは、ほんの一駅で料金が大きく変わります。また JR 各社、そして路線の大きさでも設定運賃が変わります。なお、紹介している境界駅までの運賃は、営業キロ上の最短ルートです。
例えば仙台から秋田まで在来線のルートはいくつか考えられますが、最短ルートは3つで、運賃は4750円となります。仙山線経由、奥羽本線のルート、新庄から陸羽西線、羽越線のルート、3つ目は東北本線で北上から北上線、奥羽本線のルートです。その次に短いのは陸羽東線経由で新庄、そこから奥羽本線のルートで、運賃は5080円となります。最も遠回りは陸羽東線、西線、羽越線のルートと、盛岡から田川湖線のルートで、運賃は5400円となります。田川湖線は盛岡から県境を越えて田川湖、大曲方面へ直通する普通列車が極端に少ないので、時間的にも最も遠いルートとなります。なお、秋田までだと同一料金となった仙山線ルート、北上線ルートですが、秋田県第二の町、横手までで計算すると差が生じます。仙台、横手間は、仙山線、奥羽本線ルートでは3350円ですが、東北本線、北上線ルートでは3670円になります。ついでで触れておきますと、陸羽東線経由の場合は4000円です。前置きが長くなりましたが、ここからはお得の範囲の発表です。青春18切符の解説、旅立ち編と同じ形で紹介します。それではまずは北海道から、札幌駅を起点に、片道3855円を超える境界駅は、こんな感じです。函館本線、北方面は旭川までが2490円です。その先、宗谷本線は名寄より手前、標津の一つ北、下標津から3990円。石北本線は上川までが3670円ですが、隣の白滝は一気に4320円です。富良野線は旭川経由で富良野までが3670円です。滝川から根室本線で富良野まで2490円、新徳からが3990円です。石勝線経由なら新徳まで3240円、帯広の手前、根室が3990円の境界です。函館本線、南方面は長万部までが3240円、八雲が3990円の境界ですが、室蘭本線経由の場合、長万部までで3990円になります。北海道は札幌、旭川、函館周辺を外れると、極端に普通列車が少ないです。数少ない普通列車も朝夕の時間帯に集中しているので使いづらいです。普通列車の魅力を最大限に発揮できるルートとしては、釧路、網走間の専門本線を絡めた道東周遊ルートがおすすめです。続いて東北、仙台駅を起点としたお得の範囲は、こんな感じです。東北本線は盛岡までが3350円です。その先、山田線は上米内までが3350円ですが、次の区境は4000円です。田川湖線も秋田県境の赤口までが3670円で、田川湖は4000円です。なお、仙山線、奥羽本線経由で大曲までが3670円です。そこから田川湖線は槍見内、奥羽本線は刈羽野が4000円となり境界です。東北本線、南は郡山までが2270円、境界は栃木県北部の鎌須坂駅です。郡山から分かれる水分線は茨城県に入って日立大悟から4000円です。東京まで行かなくても、北関東の単純往復で元は取れます。普通列車を楽しむのであれば水分線が良いですね。片道は会津若松から只見線か磐越西線、もう片道は陸羽西線、東線経由、ローカル線による新潟周遊もおすすめです。それでは関東、東京駅を起点としたお得の範囲は、こんな感じです。東海道本線方面は静岡までが3350円、境界は掛川の一つ手前、福川駅です。富士で分かれる身延線の境界駅は市川大門ですが、甲府経由で来れば富士宮までが3670円、その隣の源道寺駅が境界です。中央本線方面は甲府までが2270円、塩尻からが4000円です。小口川で分かれる小海線は松原湖、辰野で分かれる飯田線は宮城が境界です。東北本線方面は宇都宮までが1940円、黒磯までで3020円、郡山の一つ手前、水分線の分岐する安曇長森からが4000円です。行きは東海道本線、帰りは中央本線で名古屋からの木曽谷周遊。普通列車の本数も多くてきとき移動ですが、余剰には欠けます。中央西線沿いは中山道の宿場巡りが楽しい区間ですが、乗り鉄向けには飯田線というオプションもあります。北関東方面も新潟、福島まで足を伸ばせば、磐越西線、東線のほか、水分線、只見線と余剰あふれるローカル線があります。続いて中部、名古屋駅を起点としたお得の範囲は、こんな感じです。まずは東海道本線上り方面、静岡までが3350円、富士までが3670円です。富士の一つ隣の吉原が境界、身延線も富士の一つ隣、湯月駅が境界です。豊橋で分かれる飯田線は飯田までが3670円、境界は下市田駅です。東海道本線下りは米原までが1320円、京都が2590円、大阪が3350円です。大阪までは関西本線の方が安く、木津から学研都市線経由で3020円です。同じく三宮までが3670円、境界は明石の一つ手前の朝霧駅になります。前述の通り、大阪より先の各線は関西本線経由の運賃で計算しています。北陸本線は福井までが3020円、境界は小松の一つ手前の淡津駅です。敦賀で分かれる小浜線は東舞鶴までが3670円、その隣の西舞鶴が境界です。中央本線は塩尻までが3020円、松本までが3350円です。乗り換え各線の境界は地図をご確認ください。最後、紀勢本線は亀山経由で尾鷲までが3350円、熊野市が3670円、境界は熊野市の2つ先の甲子山駅です。
かなり広範囲になりますが、北陸や長野駅方面に抜けると、その先は第三セクターに行く手を阻まれてしまいます。おすすめは紀勢本線の一周ですが、JR 東海、JR 西日本ともに、この絶景半島を行く各駅停車は、ロングシートなのが残念なところ。それでは関西、大阪駅を起点としたお得の範囲は、こんな感じです。まずは東海道本線上り方面、名古屋まで3350円ですが、先ほど説明した通り、名古屋までは関西本線経由の方が安くなります。名古屋から先、東海道本線は岡崎の一つ先、愛媛駅から4000円、中央本線は大都会多治見の二つ先、瑞浪からが4000円です。岐阜までは東海道本線、前原経由の方が安くなります。岐阜から高山本線に乗り換えて箕面と下呂の間、下仁駅が境界です。前原からの北陸本線も、大見塩津より先は湖西線経由の方が安くなります。境界は加賀温泉の一つ手前、大正寺駅です。鶴ヶで小浜線に乗り換えると、東舞鶴の一つ手前の松尾寺駅が境界ですが、山陰本線経由で来ると鶴ヶの手前の三浜が境界となります。その山陰本線、綾部までは京都経由の方が安いですが、福知山までは福知山線経由の方が安くなります。その先の和田山も、姫路から万丹線経由のルートがありますが、福知山線経由が最も安いルートとなります。山陰本線で鳥取までは4430円ですが、山陽本線を下り、上郡から地図急行を使えば3890円です。ただし、秋の乗り放題パスでは地図急行には乗車できません。紀新線、因美線経由だと、地図急行との接続駅である地図が境界となります。津山より先、紀新線は中国勝山が境界、津山線は津山経由、岡山経由で全線が範囲内となります。その山陽本線、大都会岡山までが3020円、境界は広島県境、笠岡駅です。伯備線は備中高橋の一つ手前、備中広瀬から4000円です。最後、紀伊半島方面は紀伊田辺までが3020円、境界は本州最南端、串本駅の二つ手前の田波駅です。関西本線経由の場合、三宮線は鳥羽までが範囲内。紀勢本線は紀伊長島の一つ先、美濃瀬からが4000円です。北陸に出かける場合、七尾線への乗り継ぎは三石の通過特例があります。神奈川、高岡の運賃を別途用意し、帰りは高山本線経由も良さそうです。北陸方面は青春18切符での訪問が不便になったエリアの一つですが、北陸新幹線敦賀延伸までに行っておくべき場所でもあります。偉大なローカル本線、山陰本線を北上、青春し、帰りは中国山地のローカル線巡り、普通列車の魅力が詰まっています。続きまして中国四国、今回は本当の大都会、広島起点で紹介します。広島駅を起点としたお得の範囲は、こんな感じです。まずは山陽本線、上りは岡山までが3020円、境界は上郡の一つ先の宇根駅、阿光線経由の場合は晩秋阿光が境界駅となります。岡山で分岐する各線ですが、津山線は津山の二つ手前の皿山駅が境界です。瀬戸大橋線は境出までが3810円で、ギリギリ元が取れません。倉敷で分かれる伯備線は新見までが3670円ですが、新見までは芸備線の方が距離が短く、運賃は3350円となります。山陽本線、下りは下関までが3670円、関門トンネルを通って門司、小倉が3710円となります。この先、北九州市内は運賃が同じになります。鹿児島本線は折尾までが北九州市内、一つ先の水巻が4070円です。折尾で分岐する筑豊本線は終点の若松まで北九州市内となります。同じく筑豊本線、直方方面は一つ先の東水巻から4070円です。日豊本線は津波駅までが北九州市内、一つ先の刈田駅から4070円です。北彦山線は呼野駅までが北九州市内、西道所駅から4500円です。旗部から山陰本線、本州最西端駅の梅ヶ島駅までが3670円、一つ先の黒井村駅から4000円です。ローカル線を楽しむのであれば中国山地のローカル線、そして偉大なるローカル本線、山陰本線は外せないでしょう。新幹線や特急を使って距離を稼げないタイプのフリー切符ですが、四国、九州方面に足を伸ばす場合、瀬戸内を行くフェリーが使えます。松山からは呉、広島、山口県の柳井、北九州への便があります。北九州便は夜行1便のみですが、他は本数も多く使いやすいです。八幡浜から別府東式への便も本数多めで使いやすいです。距離は短いですが夜行便の設定もあり、節約派は宿代を節約できます。長くなってしまいましたが、最後は九州です。博多駅を起点としたお得の範囲は、こんな感じです。まずは鹿児島本線、上りは小倉までが1290円、下関までが1470円です。そのまま山陽本線は徳山の先、岩田までが3820円、田伏から4150円、徳山で分かれる岩徳線は米川までが3820円、周防高森から4150円です。小倉から日豊本線で大分までは3670円ですが、実は久留米から九大本線経由のルートでも、大分までは3670円です。そして久留米経由の方が少しだけ距離が短くなるので、大分より先の日豊本線、高知本線の境界は久留米経由で計算しています。鹿児島本線、下りは熊本までが2130円、八代までが2810円、その先の肥薩線は一勝地駅までが3670円、奈良口駅から3990円です。長崎本線は長崎までが2810円、佐世保線で佐世保までが2130円です。佐賀から唐津線、筑肥線経由で明の浜までが2810円です。九州島内は長崎や熊本、大分の単純往復では元が取れないことになります。四
かし鹿児島へは山積となった鹿児島本線、肥薩オレンジ鉄道、そして宮崎へは総太郎区間の普通列車1往復半地帯が行く手を阻みます。肥薩線、人吉、吉松の3県境は風光明媚で、観光列車伊三郎新平にも乗車できます。総太郎越えの普通列車、佐伯から延岡は早朝6時台の1本のみですが、延岡から佐伯なら早朝6時台と、夕方7時台の2本が選べます。長くなってしまいましたが、以上で、秋の乗り放題パスの紹介は終わりです。次回は、現時点での今年度分の販売が未定なのですが、元旦、JR 西日本の利放題切符、2020、を紹介する予定です。例年、発表が11月20日頃なので、発表が決まれば、動画は12月上旬あたりでアップしたいと考えています。それでは、この動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。